皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはグッドスマイルカンパニーさんから発売しておりますモデロイド魔導キンググランゾートになります。いや、これまた懐かしいですよね。魔導キンググランゾート、テレビアニメが放送されておりましたのが1989年、時期的には初代魔神英雄伝渡るの後番組って感じですかね。渡るからの流れでグランゾートも私当時リアルタイムで見てたんですけれども、渡るに比べますと登場人物も登場するメカも全体的に頭身が高めになってたので、非常にスタイリッシュでかっこいいなって思ったのを懐かしく思い出しております。あと PC エンジンスーパーグラフィックの専用ソフトっていうのが発売になってましたね。グラフィックは今見ても十分綺麗なんですけれども、やたら難易度が高くて、その一方でワンナップアイテムが腐るほど出る、そんなゲームでした。で、今回のグランゾートなんですけども、本編に登場しましたメインロボの一体で、あとアクアビートとウィンザートっていうのもいるんですけれども、まあこれも確か同日付で発売になってますよね。ただ私の場合、このグランゾートだけ今回購入しましたので、このグランゾートだけをご紹介していきたいと思います。では、パッケージの方ですけども、正面がこんな感じになっておりまして、主役らしい赤を基調としたロボ、かっこいいですよね。で、パッケージですけども、正面がこんな感じで、で、背面がこんな感じになっておりまして、上の方に、カリーデオ、何時、グランゾート。グランゾートの召喚シーンですね。魔法陣から出てくるんですよね。で、こんな顔面のような状態で登場して変形して、このロボットになるという風な変形シーケンスになっておりました。で、こちらの方に、エルディカイザーの通常状態に加えて、炎のエフェクト付きのものも付属するようですし、こんな感じで、専用の手首パーツとか。で、こちらの方に、先ほどちらっと話しました、ウィンザートとアクアビート。3体並べてみてもかっこいいんじゃないでしょうか。で、下の方にエフェクトパーツも付属して本編の芯が再現できると書かれております。あとのこの側面とかこの線画であったり、上の方はこんな感じですね。では中身の方もご紹介していきたいと思います。中身はこの上から開けるタイプですね。こんな感じでパカッと開けて中身の方を出して、ランナーパーツ、そうむちゃくちゃ多いわけではないんですけれども、まあ、手際よくささっとご紹介していきたいと思います。まず一袋目がこちらで、これは多分スネ周りのパーツですかね。同じランナー2枚ありますので、両足って感じじゃないでしょうか。で、次こちらが同じく赤いパーツ。この辺は刀の柄の部分なんですけども、ここに持ちのところが2つあります。先ほどパッケージの方にも、ソードについてはエフェクトありなしで2本付くようなので、そういった理由で2つ付いてるって感じですね。で、次こちらが白い成形色。まあ、肘とか膝とかそんなとこですかね。で、この奥の方にハンドパーツが見えます。反対側にとこんな感じで、あ、これも先ほどと同じランナーパーツですね。で、こちらが、フェイスモードの時の顔の部分、この目の部分は塗装済みとなっております。反対側は、あ、これが、グランゾート本体の顔ですね。この目のところも塗装済みとなっております。で、次にこちらが、黒いパーツ。この形状を見てわかりますね。カートのところのパーツです。ちゃんとこの部分、色分けで再現されているようです。で、次こちらが、クリアパーツ。エフェクトのついたソード。で、ここの部分は塗装されてますね。で、反対側から見ますと、これが、エフェクトのない通常の剣の状態のものですね。で、こちらの方が、これはどこだろう、なんか関節とかジョイントっぽいですね。反対側見ますとこんな感じで、ブルーのクリアパーツ。これはなんか別の袋に入ってますね。で、最後こちらが、展示ベース。この魔法陣の形状が再現されております。で、キットが以上で、最後こちらが、ホイールシールとなっております。キットは全てこれで以上ですね。一応変形ギミックがありますけれども、1体分のロボットのキットですし、多色成形ではありましたので、ランナーの種類は豊富ですけども、ボリュームはちょうどいい感じじゃないでしょうかね。で、最後こちら、作り方の説明書。魔導キング、グランゾート。いや、このイラストかっこいいでしょうね。で、中の方に参りまして、まずは、塗装済み完成品の写真。まあ、塗装どこまで加えた方がいいのかちょっとわからないんですけれども、かなりパーツのカラーも多かったので、まあ、今回はなるべく素組みでやっていきたいなと思っております。で、こちらにフェイスモードがあって、私今回買ってはないんですけど、こういったエフェクトパーツも別売りされているようです。で、次のページがパーツリスト。黄色のところが塗装済みのパーツですね。で、次のページの方というか、裏方に行きまして、注意書きがあって、下の方から作成が始まります。まずは頭部ですね。で、また開きまして、こちらの方に行って、今度は胴体の組み立て。こんな感じでシールを貼ったり、クリアパーツを使って組み立ててきます。で、頭部を連結して胴体の完成。次に腕部の組み立てですね。ここの工程はかける2ですね。で、次のところに行って、右腕の組み立て、左腕の組み立て。この脚部の組み立て、ここもかける2ですね。で、次のページに行って、脚部、同じくかける2を作っていって、ここに右足の組み立て、左足の組み立て。で、ここで武器のエルディカイザーの組み立て。で、エフェクト状態のものの組み立て。で、魔導力エフェクトパーツの組み立てがあります。で、手首パーツをいくつか作って、全体を連結して、
このロボットの携帯バトルモードってですね、このバトルモードって故障も初めて知りましたけども、の完成となります。で、こちらの説明書は以上これで終わりなんですけども、もう一枚入っておりましたこちらが、グランゾート、フェイスモードへの変形ということで、バトルモードの状態からフェイスモードの変形状態の説明になってます。こんな感じで足を畳んで、背中に折りたたんで、で、腕をまっすぐにして、肩を持ち上げて、腕をまた下ろす。で、台座に立たすとこんな感じで、フェイスモードに変形完了となります。説明書はこれで以上となりますね。では、早速作成して、完成品の状態、ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。で、今回のキットなんですけれども、作成する前に完全パチ組無塗装で作ると豪語しておいたんですけども、この頭部の部分ですね、ここだけはちょっと塗装済み完成品の写真を見ておりましたら、どうしても我慢できなくなりまして、墨入れだけしてしまいました。それ以外のところは完全に無塗装です。頭部に墨入れをしただけとなっております。では、キットの方をご紹介してまいりますが、まずは交換パーツや付属品の方をご紹介していきたいと思います。まずはハンドパーツ。真ん中に穴の開いた武器持ち手は今本体のように組み込んでありまして、それ以外に3種類、まずこちらが指の揃った開き手ですね、まあ手刀みたいな形状をしております。特に塗装済み完成品の中ではこういったの使われているシーンなかったんですけども、まあバリエーションの一つとしてこういったのあってもいいですよね。次にこちらが魔導力の発現時のハンドパーツですね。まあこんな感じで両手を、まあ顔の方から見るとこんな感じで、まあ正面から見るとこんな感じで両手の形を三角形の形にしてシーンを再現できるようになっております。次にこちらが開き手ですね。まあ、通常の開き手として使うこともできるんですけども、まあ、一緒にご紹介してしまいますが、エフェクトパーツの一つであるこのグレートキャノン、この火の玉ですね。こちらの方、ここにピンがありまして、開き手につきましては中の方にこんなにピンの穴があります。ここにこのパーツを差し込むことによって、この手のひらで火の玉をまあこねてるというか、派生させた状態を再現できるようになっております。で、グレートキャノンの方のピンは1個しかないものですから、まあ、例えばこんな感じで右手につけた場合は、左手も同じにピンが穴があるんですけども、こんな感じで左手を添えるだけというような感じになると思います。これでグレートキャノン状態を再現できるようになっております。次に剣 LD カイザーですけども、こちらがエフェクトパーツのないもので、こちらがエフェクトパーツのあるもの。結構この柄のところ細かく色分けされてますけども、これ全てシールとパーツによってカラーが見事に再現されております。特にこれエフェクトパーツ機の部分、刀身部分も全てクリアパーツなので、まあ、向こうがキラッと透けた感じで非常にかっこいいんじゃないでしょうか。ちなみになんですけども、この柄の真ん中のこの青いパーツ、これについては土台の方にシルバーのホイールシールを貼っているので、こう光とか当てると中で反射してキラッと非常に綺麗な感じが見事に再現されております。表から見ても裏から見てもかっこいいですよね。で、あとはまあ見ての通り、このドーマクサラムーン、光イデオ、ナジ、グランゾーとこの魔法陣部分、これ台座なんですけども、今フェイスモードにしてありますので今使用してますけども、この台座につきましても、綺麗にこの魔法陣状態再現されております。このピンでグランゾートを刺されることになります。ではこのままちょっと台座を外しまして、グランゾートフェイスモードの方でご紹介していきたいと思いますけども、こんな感じですね。てっ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 てれれれって、あの曲が流れてきそうです。ではこちらの方ですね、このフェイスモードからバトルモードへの変形の方やっていきたいと思います。
前もって、まあ、違法かもしれませんが YouTube の方で変形シーンか何かの動画がちらっとあったのそちらの方を拝見してなるべくそれに沿った形でやっていきたいと思います。まずはこの背中側に折りたたまれます2本の足ですね。このかかとから出てるピンで背中のところが刺さってますのでここの部分のピンをこんな感じで抜いて両方の足を背中から外しておきます。左右ともにですね。で下ろしつつこのピンについたかかとの中にそのまま収納できます。ともに収納しつつ折りたたまれてるつま先をまっすぐ伸ばしておきます。で足を下から前にグイッと下ろしてまっすぐ伸ばしておきます。こんな感じで1回第1話か何かではこんな状態でジムの中からドーンって出てきましたね。で今回のキット特に素晴らしいと思ったのがこのフロントスカートの部分なんですよね。アニメと同じくこの位置から上にこうガッチャンって上がるんですけどもそのギミックもきちんと再現されております。フロントスカートを前に起こしつつグイッと上げてこの上ですねここにカチッとはめればちゃんとこう下から上にフロントスカートが移動するギミックも再現されております。ちなみに下に下げた時にですねここの部分くぼみがありまして腰のところにロール軸があるんですけどもちゃんとこう正面向いた位置にきちんとはまるようにこれロックも兼ねてるんですよね。で次にこの腕ですね。アニメの中ではこの肩が下がってるシーンだけでしたけどもプラモので一旦この横の方に腕を上げつつ肩ごと下に下げておきます。反対側も同じように腕を上げて肩ごと下げます。でまあ、ただ手首についてますこの甲の部分についてはこうクランクで移動するというよりも一箇所の軸でスイング稼働です。この状態で外側に持っていって手首部分が下から出てくる感じですね。反対側も同じようにグイッと向けて手首を出しておきます。そしてこの頭部これについても一旦この胸部パーツを下に下げましてでさらに首について上に引き出しておきます。で頭部の両側からこの黄色い角の部分向かって右側と左側を外に出してで真ん中の角を前に出してまたポーズを整えて立たせてあげればグランゾートバトルモードへの変形完了になります。この王様感かっこいいですよね。改めまして手で持ってみますとこんな感じで正直思ってたよりもコンパクトなんですよね。でありながらほぼアニメと同じ変形シーケンスが全て完全に再現されている素晴らしいキットだと思います。では上の方から順に可動も含めてご紹介してまいりますがまずは頭部顔周り目のとことか塗装済みですね。このおでこの青いところもそうです。で先ほどお話したみたいにこの黒いラインのところだけ墨入れしました。それ以外については一切塗装はしていません。全てパーツによる分けだったりシールで再現されております。で頭部につきましてはボール状の接続この状態で前後左右ぐる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 稼働させることができます。次に肩腕周りですけども肩についてはボールジョイントこうクリアランスもありますので前後の稼働できるんですけどもそもそもボディ側の受けパーツの方にちょっとこんな感じでお分かりいただきましたね。前側に引き出す関節がありますので手については前側にこう大きく肩ごと持ってくることもできます。で肩につきましては先ほど変形の都合もありましたけども上にこのままグイッとこの土台とは別の軸で稼働させることができますのでかなり大きく動かすことができます。で腕につきましてはここの部分ですね上のところここにもロールがありますし実はここにもロールがあります。要はこの肘の関節の上下でそれぞれロールがあるのでこの状態で例えば腕をこの甲の部分ですねこれを外側に向けたまま内側に巻けるだけじゃなくって関節のところで前にしつつこの前腕部分で曲げておけば甲を外にしたまま前後の方に角度を変えることができます。まあ人間でいうとこの腕をこう曲げるのとこう曲げるのがキットの方でも肘の関節の向きを変えることによって再現可能というふうになっております。この角度で結構素晴らしいですよね。で、この手のここについてます、この手甲というか、シールド部分につきましては、アニメのようにクランクではなくって、ちょっとお分かりいただきにくいんですけども、ちょうどこの辺りですね、一箇所軸で、こう内外に展開するだけの軸でありますけども、目いっぱい外に出していけば手首外に出ますし、手首につきましてはボールジョント接続。軸が結構長めなので、この状態でも手首下に出せば、こんな感じできちんと、この手甲というか、このシールド的な部分から外に出すことができます。で次に胴体周りですけども、胸部に可動はないんですけども、ウエストの部分、先ほど話したみたいに、ここの部分ですね、まあ、ウエストというか腰ですか、ここの部分にロールがあります。ぐるぐる回すことができます。で、ついでにちょっと変な格好ですが、このまま、股関節の可動ですけども、こんな感じになってまして、接続はボールジョイントなんですけれども、この太もも側の黒いパーツ、ここにもロール軸がありますので、一周ぐるぐる回るわけではないんですけども、足をこんな感じで、内外に回すことができますので、かっこいいハの字立ちも再現可能です。で、太ももの横についてます、この赤いパーツ。サイドスカート的なものなんですけども、太ももに直に接続されております。ただ接続がピン接続なので、この状態からこんな風にくるくる回して、ポージングに合わせてサイドスカートの向きを変えることもできます。次に膝関節ですけども、こちらについてはこれもまた変形の時に背中側に足を持ってくる関係もありまして、この状態からグイッと、こんな感じで正座できる角度まで曲げることもできます。二重関節ですね。で、最後足首。ここもなかなかいいんですよね。単純にこの状態から、ぐるぐる回るだけじゃなくって、内外とか、
で、前後に角度変えることもできます。で、つま先につきまして、これも変形の都合上、この状態から上方向にはいかないんですけども、下方向に曲げることができますので、足首の後ろの可動がかかとが干渉でそんなにいかないんですけども、つま先側の角度を変えることによって跳躍しているポーズとかでも、つま先までピンと伸びたシャープな感じでポージングを通せることも可能となっております。全体的にコンパクトなキットではありますけども、ほんと先ほど話したみたいにアニメとほぼ同じ変形シーケンスが見事に再現されている上に、各関節の可動のところにも十分な可動が盛り込まれてますので、正直今回グランゾートしか買わなくって、アクアビートとかウィンザート買わなかったんですけれども、今更ではありますけども、その3体揃えて買っとけばよかったなぁなんていうふうに、ちょっと思ってしまいました。ただまあ、グランゾートあくまで主役のメカですからね、これ一体だけ飾っておいても十分絵になるキットじゃないでしょうか。何より、頭のこの王冠的なところだけ墨入れしましたけども、それ以外のこの細かい黄色とか黒とか赤、すべてパーツで色分けされてますからね。本体についてはシールを貼ったのは、ちょっと紹介飛ばしてしまいましたけども、胸の真ん中のこの、クリアパーツの土台、先ほどの刀の時の柄の装飾と同じように、これも奥にシルバーのシールを貼って光が反射するようになっているんですけども、ここだけなので、そうやって考えるとカラー再現度って素晴らしいキットだなと思うんですよね。他のキットと比べるとちょっとコンパクトで小さめな大きさではありますけれども、圧倒的な存在感、そしてこのかっこよさ、見事な再現度、素晴らしいキットだと思いますので、決して他のキットを見劣りすることなく十分な存在感を発揮してくれますし、何よりフェイスモードとかへの変形がやってて楽しいキットでしたね。モデロイド魔導キンググランゾートはこんな感じでした。というわけで今回はモデロイド魔導キンググランゾートご紹介させていただきました。ほぼ完璧な変形シーケンスにシールと成形色による見事なまでのカラー再現度、そしてこのスタイリッシュなポージング、グランゾートを知る者からすると完璧と言っていいほどの出来でしたね。特にフロントスカート部分の可動とか、胸部が下がってフェイスモードの目が隠れるところとか、コンパクトですけども見事に再現されておりました。キットの総量としてもそんなに多くないので、非常にお手軽に作ることができるっていうのもいい点ですよね。やはりこれはアクアビートとかウィンザーと一緒に買っておけばよかったなぁなんてついつい思ってしまう、そんな出来の良さをひしひしと感じております。グランゾートがお好きな方、変形ロボットがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際に、もしよろしければアクアビートとウィンザーとも合わせて、ぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。